はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10続きをやっていきたいと思います。今日はですね、獅子門の集落に来ております。一緒にいる方はジルさんとコウキさんとしんのすけさんです。それでですね、まもなく、12時、もう12時になりましたね。あ、来た来た来た。でね、ここでトリックはトリートというとなんかもらえるということで、ちょっとやってみます。ジャックという人が来るんですね。周りに元気よくトリックはトリートを頼むカボ。 OK、 やってみましょう。トリックはトリート、これでいいのかな。声が大きいかも。のんきにしてる場合じゃなかった。なんだ、救ってあげましょう。何をやるんですかね。君にその力があるか確かめさせてもらいたい。おお、どれにしようかな。ジャック、悪魔、ミイラ、お化け、パンプキン。ちょっと皆さんどれにしたか聞いてみましょうね。みんなはどれにしました。できれば被らない方がいいかなと思うんですけどね。ドラキュラ、皆さんと違うのにします。ジルさんがドラキュラ、かぶりたくないねまあそうだよね、かぶりたくないですよね。せっかく4人いるので、ドラキュラと悪魔を選んだと。コウキさんはどれにします。どうしようかな。ドラキュラと悪魔が消えて、ジャックにしようかな。ドラキュラ、ドラキュラかぶってますね。悪魔の衣装やばい。そう、ドラキュラじゃない方がいいですね、できればね。これは笑える。見られたくない。どっちにしたんだろう。あれ、どれにしたのかな。じゃあね、ジャックにしますね。ジャック、ハロウィンのイベント期間が終了すると、あ、ハロウィンの期間は大丈夫なんだ。ご褒美として特別なお菓子が手に入る、不思議な力がある。去年もやってたんでしょうね、多分ね。賞味期限が怪しいって。じゃあちょっと来ますよ。これだな。皆さんどこにいる。コウキさん、ジルさん、ジャックにしました。ジャックにしました。悪魔ってこれか。すごい笑える。確かに
悪魔アウト笑えますね、確かにね。 OK、 じゃあ倒しに行こう。 OK、 では倒しに行きましょう。まあ同じでもいいでしょ。食変えてきます。こうきたメガネしてるんだね。メガネ合いますね。はい、それではね、倒しに行きましょう。うまくチャットができない。どうもね、人がいっぱいいて、なんか重いらしいですね。一匹倒せばいいらしいので、じゃあ行こうぜ。さっさと戦闘入っちゃったけど、みんな来てるかな。これでもらえるのかな。リカバーパフェ取る前に戦闘になっちゃったぞ。相手がいなくなった。ベホイミソフト、ああ同じですね。どんどん戦闘になっちゃう。すごい多いぞ。とりあえず倒したら戻りましょう。カバーカフェ同じだな。戻りましょう。OK かな。寄ったみんな。よし、じゃあ戻ろうぜ。また戦闘会。どこだどこだ。こっちの方で戦闘になってる。来たかな。戻りましょう。来たね。オッケー。じゃあ行こう。さあ、これを渡すと何がもらえるんですかね。パフェの効果、効果があるのか。死んだ仲間が確実に生き返る。使ったらなくなる。おお、もっと集めますか。じゃあ先にちょっとね、アイテムをね集めてきます。ですね、今ね4人で分かれまして、ちょっと時間決めてね、誰が何個持ってこれるかということでちょっと競争してみました。でバラルさんはですね、リカバーパフェが33個、ベホイミソフトが38個、マジックムースが20個、レッドブレイクグミが14個、アンチイエローバーが9個ですね。これ合計しますと114個になりました。あれ、私は114個でしたと。皆さんは何個。コウキさん112個。ジルさん149個。お、すごいですね。しんのすけさんは
魔物呼びをやっていたって言ってましたけどね。どうでしょうか。あれ、しんのすけさんは123個ってことはジルさんですね。ジルさんの149個が最高でした。すごいっすね。パチパチパチってどうやってやるんだっけ。拍手おめでとう、おめでとうございます。すごいですね。でこの効果がね、何の効果があるのかな。リカバーパフェが死んだ仲間が確実に生き返るでしょ。ベホイミソフトが仲間1人140回復、190か。でこっちがマジックムースが MP36 から回復、敵の赤の神域を打ち消すお菓子使ったらなくなる。これ意味わからないな。黄色の神域打ち消すお菓子、よくわかんないけど、結構効果がね、いいお菓子が手に入りました。ではですね、お菓子を渡してきますと。ではね、お菓子を渡していきたいと思います。ジャック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 に声かけています。手に入れてきましたよ。救いに行きましょう。あ、もうムービーになるんですね。これで向こうの世界に行くのかな。おー、なんかすごいぞ。お化けかぼちゃみたいのがありますね。というか、なんかこれ灰だか粉だか、でこの悲しい音楽でもって、このめちゃめちゃいる人なんだ。とりあえずちょっとチームのチャットをねオフします。ここにジャックがいるんで、ちょっと話しかけてみましょう。黄色い霧、激辛な国なんですね。ガラシの塔、ハロウィンの衣装を着てアストルティアの魔物を倒すと落とす特別なお菓子を使って戦う。いや、戻らなくていいでしょう。一人で入ってみますねと。声が聞こえてきた。以後お見知りおきくださいと。中へ進みくださいと。あ、仲間の返事を待ってますになっちゃった。仲間と一緒でないとダメみたい。
ねと。みんな死んでる。え、めっちゃ強くなってる。あ、レベル80になってる。あ、ほんとだ。なんだこれ。さっきのお菓子で戦うんですね。だから意味が分かんないお菓子があったんだ。この赤のなんとかを打ち消すとか黄色を打ち消すってなんだろうと思ったんですよ。OK、 みんな集まったかな。じゃあ行きましょう。さあどうなりますかね。皆さんレベル80になりました。中入ったよ。ちょっとドキドキですね。服によって強さは異なるとか嫌だな。どうなんだろう。とりあえず階段があるので登ってみます。塔になってるからね、ずっと上まで行かなきゃいけないんだろうな、きっと。いやー、どうすかね。ちょっと魔法の迷宮じみた感じのところです。おお、ボス戦だー。が溜まってないので、まあ使えない。武器切り替えできない。攻撃しかない。呪文ができないから、道具で仲間一人コウキさん、やべ、ちょっと後ろ下がる。道具でジルさん、ジルさん死んじゃった。道具でジルさん、あれ、あ、なんか勝手に動いてるし、ダメだ、勝手に動いてる。生き返った。バランスさん死んじゃった。ちょっと戦い方を考えないといけないな。特技と道具をうまく使うみたいですねと。